テンコロ TV、 テンコロラジオポイ TV 番外編です。番外編です。よっしゃ、今日は何ですか？はい、うん、今日は6月2日ですね。そうですね。ってことはあと3週間ですよ。あとちょっとですね。ついに、はい、いや嬉しいよね。はい、素晴らしい。もうアマゾンでは予約も来てますけど、はい、まあ、そこで僕も、ね、予約しましたしました。いや、予約はしてないんですけど、まあ、しなきゃだね、うん、予約をしなきゃだね。10冊ぐらい予約しろ。うん、そうそうそう。いや、まあまあ、でもそれを俺がする前に、はい、もうちょっとあと3週間から、はい、まず完全にできてるわけじゃないじゃないですか。そうですね、そうそう、まあ、それもちょっと楽しもうかなっていうのがあります、はい、そうですね。してますね。はい、はい、大丈夫です、はい。はい、自由な感じでいいと思います。うん、まあ、自由な感じに帰ってきたじゃないですか。そうなんです。自由といえばこちらの自由に。うんうん、いや、この本ほど自由に書いてる本は俺は今まで見たことないんですよ。うん。正直言って。いや、私はね、本の作り方とか、一、うん、回だけみんなで協力して書いた時ありましたけど。あ、あるんだ。はい、なんですか、自分の本ですか。いや、竜巻発生装置を載っけてる、はい、気象予報士会のやつ。予報士会じゃないのか。気象協会です。協会で書いたのか。はい、気象協会で書いたやつですけれども、はいはいはい、あの時ね、うん、みんなこう原稿を作って、はい、なんか文言のチェック、うん、こんなネタどうかなみたいな、それが普通だと思ってたんですね、はいはいはい、うん、なのに、うん、俺さ、もうなんか途中の原稿からバーン出して、そうだね、ねえねえねえ、ね、なんか どんな感じみたいなのみんなに聞くっていうね、うん、うんうん、それがだ、いつ頃でしたっけね、8月ぐらいですか、一番最初出てきたの。え、その、なんだ、落書きが出てきたのいつ頃でしたっけ。落書きは、8月っていうか夏でしたよね。夏だったね。多分私、半袖でその落書きに色塗って、うん、すぐ、なんかラジオっぽいじゃないけど、やったよね、基盤さんでなんか撮ったの。うん、でも、そこから、ほら、まさかそんなに本が、うん、私はそんな本がね、書かれてると思ってなかったんですよ。そうか、うん、あの時まだ本になるなんていうイメージ全然なかったんです。そう、だからまさか本の中身で、本書いてるのは知ってんだけど、うん、書くとかいう話は知ってたんだけど、そのイラストがどうなるとかにはなってない、うん、ああ、そうだね、うん、イラストと本はリンクしていないんです。そうか、そう、だからパーセル君っていうのはいたけど、うんうん、まあ単なるあいつのお遊びみたいな、 あいつのむしゃくしゃです、うんうん、まあ頑張るよなんかそのいろいろ大変だろうね、本書いたりするとみたいな。でもむしゃくしゃのクオリティが高すぎるっていうね、うんうん、で勝手に面白がってたら、いや俺らだけじゃなかったですね。そうですね、なんか彼のファンはまあいろいろイケメンだから多いんでしょうけど、はい、異常に人気だったよ、うんうんうん、セキラウンの一生のやつとか、はい、パーセル君のゲロ入っちゃった話とか。そうなんですよ、面白いんですよね異常に人気で、はい、なんかそこから彼の原稿が出来上がっていくみたいな感じになりましたよね。そうそうそう、私あれだから、うん、そうか、出来上がってっていう、荒木さんが書いてるのに、なんかみんな参加させてもらってるみたいな気分にさせてもらっちゃった、うん、そうですね、なんかフェイスブック上で僕らだけの秘密のスレッドがある、うん、プライエンスパフェコアメンバーしか入れないっていう秘密の会があるじゃないですか、はい、あそこで何万回往復したか分かりませんけど荒研の原稿最初僕ら大体一通りできましたよっつって見せてもらう、はい、一番最初に僕ら見せてもらったと思うんです、はい、これはすごい原稿だから、うん、ちょっとみんなで協力しようと、うん、そのまあもちろん文字直すとか
最初やりましたよね、はい、なんかここちょっと分かりにくかったとか、うん、でもそういうレベルで収まんなくなっていっちゃって、うんうんうん、最初はなんかちょっとその編集者さんは編集さんで別にいるから、うん、わざわざなんかそんなしゃしゃり出る気もなかったんですけど、うんうん、もうなんか途中からよく分かる何ですかね、あのテンション、うん、完全にバンドメンバーの一員になっちゃった、うん、みたいな、そんな感じでした。で私すごいなと思うのは、そんなにバンドメンバー増えて、うん、要は最終的にバンドメンバーすげえいいみたいな感じだったんです。そうですね、そう途中から僕らの秘密のスレッドだけじゃなくて、うん、Facebook でこの Facebook ページ立ち上げたあたりからいいねした人全員に言ってくれたんだよね、うん、そう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 。でこれ今622人来てるんですけど、すごいな。立ち上げて1日で200いいねぐらいって言って、うん、でその人たち全員にその時点での原稿を全部公開したんです、うん、そうね、そんな斬新な方法そんな斬新な方法ってあるんだ、すごかった、うん、でまたそのなんていうかな、反響も面白かったですっていう感じじゃなくて、うん、具体的だったじゃないですかマジでこの人たち読んでんだと思って私だからその具体的が、うん、具体的がわーって集まった時によくこの粒王子は処理したなっていうかね、よくこれをそれをなんかこう消化して、だって膨大でしたもんね、うん、だからなんかその一人一人まず読ませたことがすごいですよね。そうですね、あれだけ細部にまで、素人もかなりいましたよ、はい、正直言って。いましたいました。で、反対は逆サイドのその超こだわり派の気象庁の人とか、うんうんうん、そのもう京大の教授だとか、はいはい、もう放射だけはもう譲らないみたいなねあの行いなきゃきたおかしなおじさんの方いたじゃないですか、はい、ああいう人まで、はい、両極端完全に全員その本っていう土壌に載せたんです、うん、でほぼ全員だと思うんですけど、あれ相当な原稿量じゃない、200ページぐらいあるんじゃないですか。そうそうかもしれない。あれを、うんうんうん、そうですね、いや俺びっくりしたんですけど、うん、みんな読んでる、うん、端から端まで、ね、いやね、あれね、うん、読んじゃう読んじゃう、ね、読んじゃう、うん、それぐらいなんか読ませる、うん、文章だけだったら文章だけでも結構すごいと思うんですけど、うん、やっぱあのパーゼル君っていうキャラクターの力はとんでもないパワーですよね。これとんでもないですよ、うん、でね、聞いてみりゃパワポで作ってるっていう、そうそう、ただのパワポね、ただのパワポで自分でチクチク、そうそう、軽いんだよね。すんげえいっぱいキャラクター出てくるんですけど、うん、はい、これでも基本あこのゆるさなんだみたいな、うん、共通項があって、これだって絶対売れる顔してるもん、人気出る顔してるもん、間違いなくストラップ出る、うん、うん、でこれついにこの間学ぼう防災NHK のイテレでアニメ化ですよ。アニメ化されてるっていう、これすごいよマジで。いいなこれ。いや、こんな本って見たことないんですよ、うん、その本がまずそこまで素人も玄人も、うんうん、ここまで読み込める本、そうですね、でここまでその感想を思わず書いてしまう、うん、なんかもういちいちみんな熱いじゃないですか、うん、面白かったですね、止まらずに、この章のこれがどうだとか、いや私が今まで抱いていたこれはこうだったんだみたいな、うん、感想がもうとてつもなくいちいち熱くて、確かに、でそれだけ読者を巻き込んだこともす、まあ、発売前の時点で巻き込んでることもすごいですけど、うん、だってもうそのまま、ね、それがそのまま買うの楽しみにしてるってことですね。おーおー、今買いのみたいな感じじゃないですか、でそれで止まらずにですよ、うん、まあ、そういう本、ひょっとしたら売れてる本はそうなのかもしれない、うん、それで止まらずに今度はテレビ NHK ワープですよ、もうこれ、うん、奇跡ですよ。いやー、これすごい、このエスカレーターねえ、なんかすごい、10エレベーターじゃん、これ、うん、まずいぞ、これすごい飛んでっちゃう。だから最初なんか俺ら仲間でちょっとプロデュースしようぜみたいな、はい、軽いこと言ってましたけど、はいはい、まあ、まさに、いや、あの時ここまで、うん、
ね、膨らむって全然そうですね、思わなかったかも、うん、想像をするよね、うん、ゴールっていうか ここまでのイメージにはならなかったですね、うんうん、でもなんかここまで来ちゃうんだっていう、うん、まあ大体からしてこう暑苦しい人たちが集まっていたっていうことなんでしょうね、うん、そうですね、だから俺ら暑苦しいメンバーがあのクールな荒剣を取り巻いて、うん、だからこの組み合わせでちょっと引いた目から見ればお前らで何ができるのぐらいのもう小粒集団なわけですよ、うん、はい、そう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 だ、うん、でも唯一すごいあの集団で荒剣取り巻いてあの何万件と往復したなって、はい、よかったなと思うのは、うん、まあ、超くだらないアイデアから、うん、全部自由だった、うん、そうですね、うん、そう、それが素晴らしい、全くさ、あのね、あの箸にも棒にもかからない、はい、しょうもない話、うん、いっぱいしてたじゃないですか、うん、してましたよ、うん、で、まあ、アラケンも容赦なくバッサリ切ってったじゃないですか、はい、いらないものはいらない、うん、でもやっぱ何万件とくだらないことの中にやっぱ1個、2個、3個ってあるんですね、すげえってなったんだと思うんですね、すごい、あの観測みたい、観測、うん、ああ確かに、うん、そんな、何これみたいなね、うんうんうん、ダメだ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 、何これってなる瞬間まで膨大に出し続けることが大事なんですね、そんな本がついに3週間後となる、もう出る前からすでに僕は感無量なんですよ、うん、早くも感無量、早すぎるご本人より感無量そうそうそう、それが暑苦しい、周りがみんな感無量なの本人よりっていうそれがね、暑苦しさのゆえんでしょうね、うんうん、ね、まあ本人は本人でね、今これほら分厚い原稿を、うん、構成中じゃないですか、うんうんうん、まあ、死ぬほど大変なんですよこれ、そうですね、だってこれをだって何十回あの人は構成したんですから、そういうことですよね、3月には1回締め切ってますから、そうですね、言ってたもんね、その後、うん、ニコニコ学会でやったりとか、3月35日とか言ってたもんね3月36日までっつってた、やってる時もずっとだからあれで最終稿って言いながら、うん、今の今まで2ヶ月ぐらい、うん、そう、小学会もね、ニコニコ学会もヘビーなイベントを全部やりながら、本当だよ、ずっと構成してたわけじゃないですか、すごい、その間膨大に寄せられる、うん、読者からの、うん、コメントに全て対応するっていうね、もうすごいっす、いやこれがね、うん、あのね、僕すごいなって、20代だなって思う、うん、俺らね、ふと忘れるじゃないですか、ね、あいつらの、あいつの方がね、うん、荒研の方が僕らよりよっぽど大人だったりするんで、はい、つい忘れるんですけど、あいつまだ20代なんですよ、そうか、そうだったのか、そこがすげえなと思う、20代だったのか、すごくないですか、すごいですね、一回忘れるんだな、そうなんだよ、20代なんですよ、いやでもね、こあの20代の人の本が必要なんですよ、うん、やっぱり、なあ、なるほど、うんうん、その未熟っていうか未完成なんだけどエネルギーがとてつもないそうですねで、なんかその成長度合いがすごいですね、はい、やっぱり1年間たった1年であいつ どんだけ脱皮したんですかっていう、しかもね、うん、しかも多分その追い込みかけてきた、なんか冬から春にかけての成長度合いが半端ない、うん、もう見違えますよ、ね、人が変わりました、別人じゃないですか、うん、もともとその、まあ、一人の研究者としては、まあまあ、あのそこそこすごかったし、僕もあ竜巻の研究やってるのすごいねっていう感じだったと思う、うん、でもこれ本書いてみたら、うん、これ竜巻だけじゃない、うん、その僕らも最初エアロゾルだとか、はい、雲粒だとか、うん、そのちょっと個別のことしか知らない、うん、この本相当広いですよね、そうなんですよ、そう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 、虹だ、うん、え、ハロだ、うん、ね、ね、ね、そうだよね、ゲリラ豪雨だ、え、なになに、君それもいけるのか、うん、竜巻だけじゃない、うん、ね、パーサイトのことだけでもないみたいな、いや
で、だからそれどれも扱ってて、どれもが完璧だったわけじゃないと思うんですよ、彼の中で、専門じゃないところに関して。それを1年でね、そうでもそこをこう出して専門の人からの意見を聞けるということ、そうそうそう、そこを大事する、うんうん、それが私はすごい尊敬、うん、素晴らしい、まあ、プロの研究者なのにその別な分野に対してはものすごい研究じゃないですか、うん、でこんな謙虚な人ってだからある程度ある分野で、ね、プロになっちゃった人なかなか難しいことなんですよ、うんうんうん、そう、そこがすごいですね。それは全ての人に見てほしい姿勢っていうか、うん、もう俺自身が感動した部分なんですけど、うん、もう多分なんその きっちりこれは俺ができるんだということでも線引きちゃんとできてるっていうか、ここは私は専門外だから聞かなければならない、いろいろ確認しなければならないみたいなことがきちっとできて、そうですね、でそこに関してはもう本当何言われてもその勉強する姿勢みたいな感じでいくじゃないですか、そう、そこがすごい素直で、だあの大事なのはニコニコ学会でも言われてましたけど、うん、心もイケメンなんですよ、心がイケメンなんだよイケメンプラス心もイケメンってずるくない？いや本当ね、腹立たしいほどイケメンなんですよね、うん、その見た目も心もずるいわずるいわって思って多分皆さん、ね、思ってる方結構いらっしゃるんじゃないですかね、これですよ、見てくださいよこれちょっと、うん、見た目だけでもね、うん、多分ほぼベストセラー間違いないですよこれだって本に写真本に写真載せるじゃないですか、うん、ね、いやかっけーって思うもんね今目が揃っちゃったかっこいいじゃないですか、え何イケメンだよね、かっこいいなって思いません、かっこいいよね、嵐かと思ったでしょ、うん、嵐にいてもおかしくないぐらいかっこいいじゃん。でなおかつそれでいて、ね、内面も素晴らしい。そうで誰からも好かれるし、こう皆さんも尊敬してくれるんですよ、うんうん、すごい。そうで、なんかしょぼいやつにも愛情を注げるそのこのね、この人すごいのはなんかそのただ素晴らしい先生って、まあ、年取ると素晴らしい方がいらっしゃると思うんですよ、はいはい、でもね、この20代でしょぼいやつにも愛情を注げるっていう広さはなかなか、うん、なるの仏じゃんイケメンで心もイケメンで仏仏なの、うん、もうじゃあダメじゃん、神じゃん、神なんだ、神じゃん、でも別にね、崇めるような感じでもないないんだよね、そこがね、しかもいじれるっていう、いじれる神、うん、こっちからもいじれやしてくれるっていうさ、その壁のなさがいいですよね、 M なのか S なのか、うん、なんていい、まつげ長えなって、曲がってない、今ね、ちょっとこれね、もうちょっといい映像で見るとね、かなりまつげ長い、長いよ、うん、鼻高いしね、そう見た目はまあさておきですよ、はい、イケメンなのはさておき、うん、だからやっぱりそういう人だから、はい、そういう素敵な人が集まってきますよね、なんか、はい、そうですね、僕らとかじゃなくて、その全然知らなかった人、うん、素人も黒人もそうですそうそうそう、いろんな立場の人が彼に、まあ、集まってくるじゃないですか、で集まってきた人がまた超素敵な人が多い、うん、だから、まあ、うん、その本がきっかけだとは思うんですけど、はい、そういう人を集める力が彼は、うん、ある、うん、ということですね、うん、てか本を作って売るということには、うん、そういう人柄的なもの、うん、人も必要なんですね、と思いました。必要というか、だからそのキャラをちゃんと出せば、うん、それにその即した人が寄ってくるんだなって、うん、だからあんまりだから隠してカッコつけてたら、うん、顔がカッコいいからってカッコつけてたら、う
多分寄ってこない。まあそうだね、それはそうだ。彼は顔がかっこよくて隠さなかったじゃないですか、うん、ダメなところとか、うん、あの酔いつぶれちゃうところとか、うん、隠してないから、うん、やっぱりなんだろう、壁を感じなくて、うん、そうか、そうだ、寄ってくるのかな、うん、寄ってくんだ。成人君渋ってないですよね、うん、彼はね、心イケメンなんだけど、虫が寄ってくるの、いい匂い出してる。そうそうそう、花みたいな感じかしら、うん、そうだね違うか、だから会う人が寄ってきてますよね、うん、うん、いやなんかもうこれ以上どこまで喋っていいか分かんないですね。とりあえずこの辺にしますか。はい、多分ね、まあ、またやるんだと思います、うん、どうせまたやります、うん、はい、じゃあね、あの最後に、はい、これね、せっかくですから、うん、もう予約始まってんすよ、まあ、そうかそうか、予約しない、こっち見してもらっていいですか、こっち、カメラさんいいですか、カメラさんこっち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 、はい、はい、テレビを予約お願いします、もうアマゾンですね、はい、あの雲の中で何が起こっているのか、はい、336円でございます、はい、予約受付中でございます。これね、もうあの私あれサインインすれば、ね、出てくるはもう僕は特に予約しましたよ、はい、はい、私もじゃあ早速予約したい、ね、みんなでしましょうよ、これ絶対応援しましょうよ、はい、あとねサインもね、うん、欲しいんですよ、私ね、うち生徒にプレゼントしたい。ああそうだね、はい、読めっつって、予行志向座の人はもう当然全員読んでいただきたい、うんうん、そうそう、でね、初めは難しい、実際に難しいんです、だけど、うん、難しいこと書いてあるはずなのに楽しめちゃうっていう魅力、それは、うん、そうだね、かなって思ってる、うんうん、そうだよ、だって俺が読んだって難しいことは難しいですよ、うん、でもそんなんいいんですよ、もう3回でも4回でも読めばいいじゃないですか、読めばいいんですよ、そのうち染み込んじゃうんですよね、はい、でなんかそういう本なの、うん、だから1回きりで全部分かろうとするっていう感じの本じゃなくて、うんうん、触れてればそのうち知って、うん、染み込んでいくんじゃないですか、うん、そう思います、うん、そんな本ですね、でもずっとということで健康番外編ちょっと長くなりましたけど、はい、これも絶対買っていただきたい、はい、10冊でも20冊でも買って他の人におすすめしていただきたい、ね、あの画期的な本が出ますので、ね、あと3週間ですけど、ぜひ楽しみにしてみんなで応援していきましょう。